こんにちは、フィフィです。アメリカによる韓国外しの動きが始まっています。以前は韓国にクアッドへの参加を呼びかけていたアメリカですが、どうやらその必要もなくなったようです。中国を軍事的に追い込む包囲網が着々と出来上がってきています。トランプ政権が中国に対抗する手段として連携を進めていた自由で開かれたインド太平洋戦略、これクアッドと言いますが、これにバイデン政権も積極的に動き出しています。2月6日には日本、アメリカ、オーストラリアの3カ国の政府がここにインドを加えて近いうちに首脳クラスの電話会談を開催する方向で調整に入ったと報じられました。クアッドなんですけれども、これは日本、アメリカ、オーストラリアとインドの4カ国で形成する軍事協定なんですね。これはインド太平洋版の NATO とも呼ばれていて、2019年にトランプ政権下で中国牽制のために進められていた政策の一つなんです。そしてすでにこの4カ国は合同軍事演習も行っているんですね。トランプ政権ではこのクアッドに韓国も加えてクアッドプラスという構想があると発表していたんですが、この時韓国はアメリカに対して、韓国は他の国の利益、つまりここでは中国の利益ということなんですけれども、それを排除するようなことは良い考えだとは思わないと、クアッドの存在自体を否定的な立場で示したわけです、アメリカに対して。これについては最近韓国メディアが韓国政府のこの考えは今も変わらないと報じたんですね。つまりバイデン政権になってからもクアッドの参加については消極的であるということ。韓国の専門家からは、アメリカはインドやオーストラリアといった地理的に中国から遠い国よりも韓国の参加を期待しているはずだよ、なんていう声も上がったんですけれども、そうこうしているうちに韓国にとってとんでもない事態が起きてしまったんです。トランプ政権は情に厚く、またわがままな言動を繰り返してきた韓国を多めに見てきたところはありますよね。多少中国寄りなところ、北朝鮮にばかり肩入れする様子も厳しく言うことはありませんでした。しかしバイデン政権ではそうはいかない。事務的で、それがね、冷淡とも言われるバイデン政権の外交スタイルは、協力する気があるのか、そうではないのか、いちいちその国の顔色を伺って、駆け引きに付き合わされることを嫌います。クアッドの件で、参加してあげようかななんて、どうしようかななんて曖昧な態度ではっきり返事をしてこなかった韓国に、中国に対する戦略で価値を見出せなくなったのか、バイデン政権はクアッドから韓国を外すという考えがあるという見方が出てきました。というのも、クアッドについては今イギリスが参加するのではないかという話が出ているんですね。オーストラリアもインドももちろんアメリカもイギリスとは密接な関わりがある国ですから、イギリスが参加したいと興味を持ったなら反対する理由はないんです。むしろ大歓迎なわけです。イギリスは香港での中国による人権侵害にも目を光らせていて、イギリスの保守派からはもっとアジアへの関わりを拡大するべきだという声も上がっているんです。しかもイギリスがクアッドに参加するかもという話は、これイギリスが昨年 EU を離脱した時から出ていたわけですね。EU から離脱したと同時に、イギリスは新たな活路を見出すためにも積極的にアジアでの政策を推し進めていこうという、こういう流れになったわけです。だから先月には日本との合同軍事演習に最新鋭の空母クイーンエリザベスを参加させる可能性もあると報じられたわけです。とにかくイギリスの目、関心は今アジアに向いているということ、これは中国封じ込めに動くアメリカにとっては大歓迎で、まあ、連日日本の領海を中国の船に侵略されている日本にとっても大変頼もしいと期待されることなんです。ただ
これで韓国の必要性はなくなってしまいました。そもそもクアッドの参加に消極的な態度だった韓国ですから、無理にね、参加を求める必要もありません。韓国にとってはクアッドに参加を表明することで中国を刺激したくはなかったのでしょう。アメリカにもいい顔をしておきながら中国にもべったりな外交を続けていたかった。そうでもしないと経済が大変なことになっている韓国はもう生きてはいけないんですね。ただこうした八方美人外交が、アメリカ特にバイデン政権は気に入らない。トランプ政権では多めに見てもらえてもバイデン政権ではそれは許されないんです。中国寄りのその外交姿勢が中国側、つまりレッドチームとみなされてスパッと切り捨てられるわけです。ジーソミア破棄の発言だったりとか、あと韓国国内で今揉めている米軍基地の問題だったり、これまでアメリカに対して韓国は喧嘩を売るような言動を平気でしてきたんですね。で、ここに来て日韓慰安婦合意も白紙に戻すような判決を韓国の裁判所が出してしまった。これ、オバマ政権時代に副大統領だったバイデン氏がわざわざ仲裁して合意にまで持っていったことなんですよね。これをいとも簡単になかったことにされれば、そりゃバイデン大統領も怒りますよ。またただでさえ韓国に関心がなかったバイデン大統領、就任後にね、各国の首脳に挨拶の電話をかけるんですけれども、これがなかなかすぐにはムン大統領にはかかってこなかったんです。待てどならない電話にムン大統領が落ち込んでいるなんていうね、韓国メディアも報じていましたが、それでも辛抱強く待てばよかったんです。しかしここでも韓国はアメリカに対してまたやらかしてしまった。バイデン大統領からの電話を待っている間に習近平主席から電話の申し出が来てしまった。うまくここでお断りをすれば良いものを、韓国はそれを快く受けてしまったんです。しかもこの電話の中で、中国共産党100周年おめでとう、中国は日に日に影響力が高まっていますねと、中国を持ち上げるような発言までしてしまった。世界中が中国のコロナ対応や人権侵害、軍事的な行動に対して非難をしているこんな時期に、中国よいしょはあまりにもタイミングが悪すぎる。ちょっとね、やりすぎたかなと韓国政府も思ったのか、この電話会談の内容はこれ韓国政府伏せていたんですね。しかしこの電話会談の内容を中国側が政府のサイトで英語で掲載をしてしまって、これがバレてしまった。中国はですね、韓国の領海に連日侵入もしていて、これ韓国の漁船もね、中国の船に追い回されたりしているんですよね。これ韓国国民にしてみても、このムン大統領の中国共産党よいしょは許せないわけです。そしてもちろんこれを知ったバイデン政権、アメリカも、もう韓国のなりふり構わない外交には呆れ果てたでしょう。バイデン大統領がムン大統領になかなか電話をかけなかったのも、このためだと言われているんですよね。アメリカからの電話を待つこともできず、中国の電話に飛びついて、これがアメリカの同盟国としての態度なのかと。これ中国としてはね、韓国はすでに中国側なんですよということをアメリカに示す狙いのためにもこのようなことを仕掛けたのでしょうけれども、実際これで韓国がレッドチームということははっきりしてしまったわけです。レッドチームに対抗するための軍事戦略クアッドに、レッドチームである韓国をアメリカが入れるわけにはいかないということなんでしょう。今現在はクアッドは韓国の参加を求めないとアメリカが判断して、イギリスの参加に関心を寄せているといいます。もう今後は中国に対する軍事的な政策だけではなく、 TPP もこれ韓国はいませんから、ここにもね、イギリスが参加を表明していますし、アメリカが入るかもなんてことも言われる中で、経済的な協定からも韓国が排除される動きがあるわけです。これも本当に
外交音痴のムン大統領のせいなんですが、韓国国民はこれは何かの悪夢だ、ムン大統領はまたもや世界の流れを読み間違えたと頭を抱えて嘆いているそうです。ただし中国にとっての韓国の存在もこれさほど重要じゃないわけです。こんなに韓国すり寄ってますけれども、韓国の存在というのはアメリカを揺さぶるカードに過ぎないわけですね、中国にとって。そういえば昨年トランプ大統領に G7 サミットに招待すると言われて、韓国が有頂天になっていた時、喜ぶ韓国に対し中国はこんなことを言ったわけですね。韓国は経済も外交も政治も国際社会で大きな影響力を持っているわけではない、サミットに参加しようがあまり意味はないと、こう中国政府が言い放ってね、これはまあ衝撃でしたね。確かに G7 に参加するかというアメリカのね、これ踏み絵にもかかわらず、これに世界とね肩を並べているんだと、やはり韓国はすごいんだと喜ぶ韓国はあまりにも無邪気なわけですが、中国がここまで韓国を蔑むようなことを発言したことで、韓国と中国のこの関係がはっきりと見えてきたわけですね。レッドチームとはいえ、当然中国と韓国は対等な立場ではありません。そしてもう同盟国アメリカからも見放されようとしています。これがムン政権が自ら望んだ外交の結果なんです。日本がライバルなんて妄言を吐いている場合ではありません。今後ますます韓国は国際社会で影響力を失っていくのでしょう。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたか？コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。